こんばんは。まもなく晩酌の時間かと思いますけれども、今日も、いろいろ紹介したいと思います。まあついにと言いますかね、このねリミテッドのホワイトをね、ショールームに入れました。お正月用に、ね、用意したんですけれども、こうやってねやっぱりXブレイクと比べるとまた違うところがいっぱいあって、こちらがまあ売れる理由っていうのはいろいろあると思うんですけども、うちでは圧倒的に X ブレイクよりもこれが売れてて、色はですね意外に白が少ないんです。で、まあ、先日も話したように紅白でねまとめたいということで、このアウトバック久しぶりに白いたんですけども、やっぱりゆったりしてるのと、透過機が綺麗ですよね。透過機がねやっぱり綺麗で、このフォグもちゃんと両方つきますしね、フォグ両方つきますし、いい車ですよね。ここのこの室内がね、こう現物で見るとやっぱりこの造形がいいですよね。こういうところ、こういうところ、ここ、こういうところがですね、うまいですよね。で、一頃光物を嫌う傾向があったんですけども、ブラックアウトって言ってですね、今この光物を帰って入れた方がかっこいいので、この跳ね上がった感じがね、このまあナイフやフォークみたいな、こういうところってうまくなりましたよね。ほんとすごく僕はこのアウトバック大好きなんですけれども、このこういう感じとかね。でリミテッドはナパレザーのこのブラウン内装も選べる。で白いボディとこのブラウン内装の取り合わせっていうのは僕実は初めて見るんですけど、なかなかいいです。まあちょっと今この、ね、新車ですのでカバーが付いてますんで、そうですね、シートの感じは分かりにくいかもしれませんけど、ここの雰囲気でね大体ね、ご理解いただけると思いますけども、こういうのをねまあ入れましたのでね、ぜひね購入の参考にしてください。ちょっとねやっぱりこの雰囲気が ね少し ねこの雰囲気やっぱりねちょっと少しね違いますよね。うん、で当然も僕はサンルーフ、 SUV にはサンルーフ必須と思ってますんでね、サンルーフ入れました。でイエローグリーンのX ブレイクに対してこちらはこのアルミ調のねアウトバックのロゴになってて、この辺りもうまいこと調和してますよね。で全部こう下をですね黒くまとめていくのもうまいことです。でそれを白黒でやっちゃうとやっぱりおしゃれじゃないんですよね。白黒でやっちゃうとやっぱりこういう光物を入れた方がかっこいいと思うんですけど、まあこっから後で見る、まあカラーコーディネートっていうのは難しいと思うんですけども、アウトバックのこの X ブレイクなんかだと下をこう黒くしていくとかっこいいね。当然ですね黒いやつは僕は好きでして、黒好きなんですよ。黒いボディがね、今日は2頭ちっちゃなワンちゃんがね、チワワでしたよね。チワワちゃんがねお客様が連れてらっしゃったの2頭を見たらもう遊びたくてもう興奮しちゃって遊びたくてな、興奮しちゃって落ちました。ここからこうやっててステンと落ちました。落ちたのが2回目で、僕は飛び降りたと思ってですね叱ったんですけど、ちょうどその時名古屋の長谷川さんが一部始終を見てらっしゃって、あちょっと大笑いしたんですが、ここからですね興奮して
スルッと滑ったんですよ。それで滑ってここへガウンと落ちて、ここでで後ろ足をジタバタジタバタジタバタってしてるうちに、もういいよ、恥ずかしいかもしれないけど喋らせろよ、まあ恥ずかしいだろう、スッテーンと落ちて、どうしようこうしようと思ってる時に僕にとっ捕まった。分かった分かった、もう言わない、恥ずかしいのね、分かった、悪かった悪かった悪かった、もう言わない、じゃあ座れ。いいものいいもの、恥ずかしいこと言って悪かったね、仲直りしようかな、で反対、はい、もう一回来いよ、好き待ってよ、テン、はい、まだあるよ、まだあるよ、で反対、優しいね。ゆうべ犬酒場で夜の11時半まで一緒に飲んでまして、うたた寝したらですね、ふいふいと引っ張って心配してくれました。そういう優しいところがあるのでね、そういう優しいところ好きだね。で、外留守番してて ね、まあね、犬の苦手なね視聴者の方には申し訳ありません。あの犬の話はいいって言われるかもしれませんが、やっぱりね犬の話を待ってらっしゃる方もいて、昨日はちょっと連れてこられなかったんですけど、今日は犬好きの方にちょうど来ていただいて、たくさん来ていただいてね、またあのそうするとやっぱこの人間に対する社会性が上がっていきますのでね、あのどんなやつになるのか分からないんですけど、やっぱりシェパードのパフォーマンスがねより活かせるようにね、ちょっと顔を浮かせろ、目やにがつまって、運用して運用して運用して、はいはいはい、さっきリンゴ食べたからお前な、じゃあちょっと留守番してくれよ、留守番な、頼むぞ、ね、ということでですね、今日の新打ちは実はこのずらーっと青い車がずらーっと青い車が、たくさんありまして、まあ、あの中にはこれがオートマチックだ、これがオートマチックね、スポーツシフトってやつもあれば、これはね丸めのね STI の強烈なやつですよね。まあ S4 の、ね、300馬力の最終モデルとか、今日この車をね紹介しようと思ってるんですけど、やっぱりちょっとね、くたびれてきたところもあって、少しあの、病をね経験したんですけども、無事リハビリもほぼ終わったので、リハビリも終わって、で昨日朝掃除をしたんですけども、展示場でね突然意識を失ってしまいましたので、というのはかからなかったんですね。であれバッテリーかなと思ったら、バッテリーでも上がっちゃってたんですけど、始動しない、それでインジェクターが悪いのか燃料が来てないのか、なんだかんだってやったら、要はですねあのタイミングベルトのコマ飛びというのが発生していました。これはまあエンジンオーバーホールした時のカバーの付け方がですね、前の、まあ、リハビリ中ですのでね、まあ、あの若干そういうこともあるんですけども、カバーの当たりが悪かったので、タイミングベルトのコマ飛びというのを、まあ起こしてまして、でも車は素直でいいんですよこの子は。まあそれでですね、なんか今日ウルトラセブンみたいな頭がしてる、さっきから笑われてるんですけど朝からあの帽子をねかぶってたせいで毛が立ってますかねあのウルトラセブンみたいな頭だって言われて、それでですね、もう本当にかなり丁寧にエンジンを、まあ、オーバーホールというかね、いいエンジンがあったので積みましてね、もうね心臓は移植しましたよ、ね、よかったです、いいエンジンを持ってて、まあそういうね、ことがあると、ものがあるとね、この、まあ、まだまだね頑張ってもらえるというか、ね、もう本当に
チャンピオンカーですからね、なんといってもね、ペターツォルベルグがチャンピオンを取った車ですから、そういう背景とかストーリーのある車はやっぱりね、愛着を持たれる方が多いので大事にね、維持していきたいなと、ね、いずれまた乗りたいなという方もいらっしゃると思うし、そういうつもりでまあ怠慢かけてですね本当に怠慢かけて、蘇らせましたのでね、ちょっとね、この STI はまあ今のアウトバックなんかに比べるとね、ちょっとちょうどここから見えるね、あのアウトバックの X ベルクは下をね、光もない黒でまとめるとかっこいいですよね。でこれとかあのストームグレーとか、ね、そういう色っていうのはちょっとね、マグネタイトグレーだと黒すぎちゃうんですよね、黒すぎちゃうんで、まあ、あれは全体的に黒いのがいいと、ブラックとかはね。でそういうのだとまた逆に言うと光物が欲しくなるんですけど、これとかストームグレーなんかはあのマットな黒をグワッと下に入れていくとものすごくあの面白い感じになりますよね。それで今度あのロゴがグリーンだったり、あのホイールボルトのホイールナットですね、ホイールナット の, あの頭の色を変えたりするとね、かっこいいですよね。そんなあのイメージなんです。映してくれた、そのアウトバックね、ありがとう。で、話は飛びますんでね、いろいろ飛びますけども、まあ、この手の車っていうのは僕はやっぱりあのできるだけスパルタンで、ホイールをですね、このやっぱりこのソニックブルーですとか、この WR ブルーだとか、この 戦うブルーですよね、戦うブルーには結構ね、やっぱり、まあ、ちょっと光るホイールとか、何しろゴールドですよね、ゴールドが封印されてたんですけど、ゴールドホイールって相性いいですよね。でこのゴールドにもいろいろあるんですよ、赤っぽいゴールドもあれば薄いゴールドもあればいろいろなんですけども、この車 の, あの取り合わせは割と僕は好きですね。これは確か、レイズのホイールだと思うんですけどもね。俊敏な操舵応答性、過激な走りたまらんですね、このマッシブな感じはね。まあよくね、あの犬の話で恐縮なんですけど、犬のアジリティっていうか、本当に俊敏にあの走ったり、こう犬ってすごく跳躍力もあるし、小刻みにこう動いたり、ボールを追いかける時の姿なんかすごいですもんね。ああいうのをこう見てると、この犬走らせる時にですね、楽しいなと思うわけですけど、それはどうしてかというと、自分の思い描くラインをボールを追いかけさせてまた戻ってくる時に、そのターンする時にですね、朝登校期の中でこうターンしていく時に、本当にあのこの車があの雪の中をですね、バーって駆け抜けていくときに雪煙を上げるじゃないですか、ああいう雰囲気で後ろの足がバババババと流れるんですけど、かっこいいなと思うわけですよ。そうするとこのね、ああいう大型犬の走りと WRX の強靭な走りがちょっとね似てるところがありましてね、そこがね、なんとも楽しいね。だから朝5時に起きれるんですよね楽しいからでやれるんですよね。結構あのきついですけど、寒いし、これがねやっぱりスパッと起きれてるのは、まあ、待ってると思うのがある。まず一つ出してあげなきゃいけない、おしっこさせなきゃいけないと思うんですけど、その後にやっぱりですね、この走らせると面白くてしょうがないので、まあ、それがこの車のその似たところがあるんですよね。もうめちゃくちゃあの楽しいですよ、やっぱり。マニュアルでこういうね、戦う車のね味わいっていうのは本当にね、いいもんですね。
ッチがすごくいいですね。やっぱり徹底的にオーバーオールしたんでブレーキもいいですね、これ。まあ、このチタン製のねシュートノブっていうのはちょっとこう冷たいのがね、冬に握ると冷たいのが、たまに傷ですけど、それでもねこのフィット感すごくいいですよね、このチタンの。これね、ここにアクセント入ってるんですね。これはあの GDA の特別使用車ですので、250馬力かな、ね、250馬力、で車は軽いです。やっぱりミッションの単体重量だけでも相当の差があるので、後ろにあったあの丸めのね、車よりは、重量はかなり軽いんですね。ただパワーはあの丸めの方がパワーはやっぱりありますので、まあ当時はまだ280馬力と300馬力は超えてませんけれども、 STI の使用のエンジン、これは STI の使用のエンジンではないんですけども、同じ EJ20 のターボ、の、まあ、インタグラも少しちっちゃくて、実用領域のこの長所をね、伸ばしている車です。なので乗りやすさはですね、あのもちろん280馬力使用も別に乗り抜くはないんですけど、6速のマニュアルミッションのものに比べると、扱いはもう本当に楽ですね。なんで楽かっていうと、まずミッションの手触りがですね、あの戦うミッションですので、あちらは非常にですねカチッ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 とショートスロープなんですけど、これはもうよくある TY75 のもう本当に長いことも熟成されているトランスミッションですので、でちゃんとこれはケーブルじゃなくて平行リンクであのギアをチェンジするタイプですので、ものすごくあの、まあ、馴染みがいいわけですよ。もうよく手に馴染んだ、もうよく分かった、体がもう体に染み付いている、まあ、扱いの優しいこうけれどもあの強靭なミッションです。でこれをやっぱりその300馬力以上で、まあ、400ニュートンとかですね、そういう出力を入れようとすると壊れるんですよね。壊れるんですよ。そうじゃない、もう普通に使えばこんな壊れないミッションはなくて、その過大なパワーを受け入れるミッションを TY85 という新しいミッションを開発したのがこのタイプからになるんですね。でただし それはそれでいいんですけど、当然ですね重量が重くなるので、やっぱり何かをバーターしなければあのより良い性能というのは求められないので、そこに両者の違いがあって、それはやっぱりですね乗りやすさから考えると、これの価格はまあ比較的安かったですし、メーカーがこれを当時のスバルがこれをですねちゃんとカタログに残している理由がよく分かりますよね。今も同じ、あやっぱりこれはストラップは違うね、
の開発として取り戻せないところが他の車に乗っていくわけですから、まあ、その点はね、まあ、当然ね、求められる会議ですよね、MT をなくすというのはね、そういうことだと僕は思うので、ただこうやってね、もう毎日そんなこと言ってるんで聞き飽きたかもしれませんけど、実際にね、こう乗るとねまあ特にね、あの MT 好きでね、こう一杯飲みながらね見てらっしゃる方が、あー乗っとて、このクラッチ踏んでる感覚だよなみたいなね、おうまく繋いでるじゃないかとかね、下手だとかね、あ今ちょっと繋ぎ損なったなんてことをね、楽しいでしょう。そういうね、まだ今現在がそういう時代なのでね、いいと思うんですよ。これがもう本当にね、過去の遺物みたいになっていくとね、なんともね、こんなこともその簡単にはできない。それは辛いんですけど、まあでもね、あの犬酒場でね、昨日も七輪使って牡蠣とかね、昨日焼いたのは牡蠣とタコの刺身をねちょっと炙って食べたんです。七輪で、七輪ってやっぱ家の中では難しいですよね。あのバーッと炭を起こす時に火花散るしね、あれをねこうでっかいこうあったかいストーブをこう焚いてですね、外でねバーってやってね、炙りながらこうしてうまいわけですよね。やっぱり、七輪今も売ってるじゃないですか。なんで売ってるのかって言ったら、やっぱりあれで魚焼くとうまいんですよね。本当にうまいんですよ。だから売れると思うんですけど、隣はね、あのカセットコンロでね炎を出してね、湯煎にしてね熱燗にするとね5倍ぐらい美味しいですよねで最後のはね、ワインをね、赤ワインをね湯煎してね、これがねこれがまた赤ワイン湯煎するとうまいんですよ、ね、ドイツ人がやりますよ ね、あの彼ら甘くしますけどね、美味しいんですよね。やっぱりあのちょっと一つ冬の楽しみができたなと思うのは、やっぱりその炎とかでこう赤くなって炭が赤く起きてくる時とか、じりじりしてるところにこう物を置いて香ばしい匂いがしてきて、こう落ちた水分がシャーっていって油がね、油がバッと落ちると、昨日は牡蠣とタコなんで油落ちないんですけど、いや今喋っててもよだれが出てきましたけど、サンマなんかそうですよね、もう煙すごいじゃないですか、火がつくし、このあれがね、やっぱりあの焦げた味ってめちゃくちゃうまいですよね。これができるからみんな七輪買うんだと思うんですけどね。でもね、ちょっとね心配事を聞きましてね、今日ね三坂からね生田さんがねご夫婦で来ていただいてね、生田さん鹿肉、獅子肉が好きで、獅子肉を買って七輪で焼いてたと。ところが私は見ましたと、どうしてですかと、昼が出る、って昼が絶対にいるかで、山昼、いや山昼なんているんですかと、いますよ、
住んでて山広の知らなきゃ潜りだって言われたんですけど、そんなこと聞いたら怖くて怖くて、犬世界村にも山広来るでしょうかね、時間の問題ですと。あんな風にね落とされるとね、もうちょっとね、山広がこう足から登ってくるらしいんですよね。そんなこと考えてたんで、まあ、アウトドアできませんもんね。随分昔からあちこちキャンプ行ったりした時によく山ヒルが出なかったなと今思うんですけどね。いくらさん、あんまり脅さないでくださいね。山ヒルがね、いくらさんの足を登ってきて、知らないうちに耳についてたそうで、耳を噛まれた、それはどうせ噛まれるなら綺麗な女の人に噛まれた方がいいですよね。山ヒルに噛まれて血まみれになるようでは怖いですよね。でもね、ということでね、外でね、煮炊きをすると本当美味しいですよね。で、焚き火まあ流行りじゃないですか、ね、なんでこの電磁調理器全盛ね、200ボルト全盛の時代にみんなね焚き火グッズを買うんでしょうかね。まあ、僕は焚き火はね、あのやろうと思えばすぐできるんですけど、ちょっとね室内でこうコンロに焚き火っていうとちょっと火事なんか起きるとちょっと怖いかなと思って今躊躇してるんですが、なんか今ハンガーコンロみたいな吊るすコンロもあるんですよね。空中でこう火を焚いてその上にこう乗せて、あれいいですよね。あんなんならできるかなとかね。ね、いつも行く気さくのね、厨房には石窯があってね、あそこいいですよ。気さくさんはね、あのたまにブログで取り上げるんですが、一番見えるところにね石窯があって、彼いいセンスしてますよね。だからあそこの料理美味しいんですよ。であれもやっぱりあそこに石窯があるから流行るんですよね。まあというようなことをいろいろ考えると、まあ、このねこういう車がね本当にこの感じがね、なんで何が嬉しくてあんたはそんなにマニュアルを喜ぶのとね。まあそれはね、もうみんな一緒ですよね。何が嬉しくて犬飼うのとかね、ねえどこも行けないじゃないとか ね、それは大変ですけどね。それから何が嬉しくて焚き火するのって危ないじゃない。火遊びは危ないね。いろんな意味で火遊びは危ないね。でも危ないけどそれが人間しかできないからやるんだみたいなね。ね、いろんな火遊びがありますが気をつけてくださいね。ということで、今日はあのヘナのね秋山さんも来てらっしゃる、高校のね後輩で、彼はね秋山さんはね写真がうまかったんですよ。で僕は撮るには撮るけど現像が嫌で、あの表作さんの扱いが嫌で、で撮った写真を彼がですね写真部でね、彼がみんな焼いてくれてね、中に気に入った写真がいっぱいあって、先輩焼いてきましたなんてねやってくれた、もうすごい、もう彼は腕の持ち主で、結局その腕を生かしてね、レントゲン技師でね活躍されていました。今エナのね歯科議員をね今からやってるんですよ。今日名刺いただいてびっくりしたんですけど、その秋山さんで、ね、今日話したんですよね。何が嬉しくて七輪でね煮炊きをするの、それはうまいからみたいなね。そうすると車もやっぱり内燃機いいよね。やっぱりね、その味が好きな人は内燃機乗った方がいいですよ。で純内燃機ね。そう思います。さあちょっと前の車の間隔を空けて、あの場所に入ってみます。二速から。このソーダ落とせ、いやーここ入りますよ。もう本当にねオンザレールですよ。こういう時はアクセルはね絶対開かない、ここで開く。はい、ということでね、いい一日でした。明日もよろしくお願いします。